悪夢のエレベーターは、厳冬者から出版された、木下藩、ふとしの小説。または、これを原作とした、テレビドラマ、舞台、映画、漫画。富士テレビで2007年3月27日に放送された。演出は後に、映画、ハンサムスーツで、映画監督デビューする、花房務。エレベーターに閉じ込められた4人の物語である。 妻の出産立ち会いに急ぐ男、刑務所から出所して、すぐの元アキスのヤクザ、他人の過去が見える、超能力者、自殺を考える、女子高生。2008年9月12日から21日、9月25日から28日開催。2019年12月4日から9日開催。消化試合ではない人生を送っている人間は、どれだけいるだろう。小川は、 マンションのエレベーターで気を失って倒れていた。気がつくと一緒に乗り合わせていたのは、チンピラ風の安い、不気味な雰囲気のゴスロリ少女の子、ジャージ姿の牧原の三人。エレベーターは動かず、非常ボタンは壊れており、携帯電話もみの電池切れや、不所持で使えず、閉じ込められていた。小川は妻、マナミからの産欠いたとの電話を受け、出産の立ち合いに向かう途中だった。 牧原が小川と安井の二人がマンションの住人ではないと怪しむと、甲は自分は屋上から飛び降りるために来たと告白。少女に共感した牧原が彼女に触れると、火に包まれた絵が見えるという。甲はいじめによる引きこもりで、カウンセリングのボランティアの青年が来るようになるが、唯一の味方であった姉が、目当てだとわかり、青年が所属する施設に放火したのだという。 牧原は他人に触れると心が読める超能力の持ち主であった。安井は刑務所帰りの空き巣藩で物色をしに、小川はデート帰りによった愛人を送ってそれぞれこのマンションに来たことがバレる。もしこのまま発見されず死んでしまったら、残される奥さんと子供が不憫だところが言い出し、小川は二人のために IC レコーダーに衣装を録音することになる。出産に立ち会いなかったことと、 浮気していたことを謝罪したところで何か違和感を感じる。ありがとうございます。